日和リミと、あるいは、彦コホホデミソンは、日本神話に登場する神。ニニーギノソンとこの花咲くや姫の子であり、神武天皇の祖父。山幸彦として知られる。古事記では、ニニーギノソンとこの花咲くや姫の子は、第一子が、ほでりの命、第二子が、ほっせりの命、第三子が、ほうりの命である。 日本書紀の本文では、ニニギノソンとこの花くや姫の子は、第一子が、ほのっそりの命、第二子が、ヒコホホデミソン、第三子が、悲鳴命,命となっている。一書では、海幸彦がヒスセリ命、山幸彦が、ヒコホホデミソンとなっている。ヒコホホデミソンは、神武天皇の意味名でもあり、祖父と孫が、同一名ということになる。渡積の助けを得て、 兄の海幸彦を制し、渡積の娘である豊玉姫との間に彦派連部、草吹不合村を得た。古事記では、高千穂宮に580年居住し、高千穂山の西に葬られたとされる。一方、日本書紀では、久しくして放置、日向の高屋山上領に葬られたとされる。資料は、突起のない限り、日本書紀本文による。彦穂で未存は、 天津彦彦ヒコヒ、ニニギノ村の第二子である。別名、日オ美子と母は、大山ず神の娘のか室姫家中出産の時に、熱をひりていたる時になりいずるじであるという。日本書紀によれば、兄に、ほのっそりの命、弟に、悲鳴命がいる。ただし、悲鳴命は一書ではニイともおじともされ、古事記には登場しない。 兄のほのっそりの命と弟のヒコホホデミソンは生まれながらにおのおの釣り針というミヤという子を持っていた。そこでほのっそりの命は海幸彦、ヒコホホデミソンは山幸彦と呼ばれるようになった。ある時、海幸彦と山幸彦は試しに子を交換してみたがどちらもうまくいかなかった。そこで子をお互いに返すことにしたが弟は 兄の釣り針をなくしてしまっていた。激怒した兄は、弟がいくら代わりの釣り針を作っても許さなかった。困った山幸彦は、エンドローと出会い、渡積の宮に送ってもらった。宮は、とても立派なものだった。門の前の井戸のそばにあったゆつ森の木の下で、彷徨っていると一人の美人が扉を開けて出てきた。 渡積の娘の豊玉姫である。豊玉姫は直ちに父母に相談して、山幸彦を招き入れ海に来た理由を尋ねた。渡積が大小の魚を集めて問いただすと赤目が、このごろ口の中が痛いと言っているので、その口を探すと失った釣り針が見つかった。しかし渡積は釣り針をすぐには山幸彦に渡さず、豊玉姫を目取らせて、海に止めた。 山幸彦が海の宮に住んで3年が経った。そこは安らかで楽しかったが故郷が懐かしく、たまにひどく、ため息をつくことがあった。豊玉姫はそれを聞いて、父に、もうかわいそうなので返してあげましょうと語った。渡積は山幸彦に釣り針を渡して、身を守るための呪文と玉を授けた。帰る時になって豊玉姫は、 自分が妊娠していることを告げ、産屋を立てて待っているように言った。山幸彦は、地上の本宮に帰り、渡みの教えの通りに、産幸彦を制した。産幸彦は、あずたくんの小橋などの早との外される。豊玉姫は、妹の玉寄姫を連れて約束通りに陸に、やってきた。産屋にこもった豊玉姫は、絶対に中を覗かないよう言った。 しかし我慢できない山幸彦がこっそり覗くと、豊玉姫は竜に姿を変えていた。姫は覗き見られたことを恥じて、海に去った。残されたこの名を彦柔蓮風呂ここ草吹き不合村という。久しくして山幸彦こと、彦會で未村は奉仕、日向の高屋山上寮に葬られた。古事記では、高千穂宮に580年居住し、 高千穂山の西に葬られたとする。日本書紀の一書によれば、豊玉姫は六国草武器不合村を養うために、自らの妹の玉依姫を派遣したという。仙台旧字本儀によれば、日和御琴と玉依姫の間には、武イ気命が生まれたというが、危機には、この記載はなく、武イ気命を、玉依姫の甥いとする系図もある。なお、玉依姫は後に、 自らの老いにあたる草吹富豪村の日となり、神武天皇などを生んでいる。危機に従えば、豊玉姫との子、草吹富豪村は、天孫に二の村の孫となり、神武天皇は、宋尊ということになる。しかし、天孫降臨に随行した者と神武統制の、関係者の世代とを比較すると、中富の連、忌み武士、久米家等の関係書士は必ず祖父と孫という。 世代関係にあり、皇室系譜だけなぜか一世代多いことになる。また、草吹富豪村は、豊玉姫の妹、玉寄姫との間に、神武天皇を生んだとされるが、老いとおばとの異世代婚の例は稀で、工場的なものとは言い難く、その少数例においても母の同母妹との婚姻は、一例も存在しない。このことから、草吹富豪村、神武天皇の系譜は、 騎馬系民族に多く見られる、姉妹婚の伝承が転化したもので、豊玉姫と玉寄姫は、姉妹で共に、彦コホホデミソンと、婚子、前者が、草吹富豪村を、後者が、神武天皇兄弟を生んだものと見る説がある。この説に従えば、草吹富豪村と神武天皇は共に、彦コホホデミソンの子で、異母兄弟という関係になり、世代数も、関係諸子のものと一致する。 日本初期に、宮の記載はなく、第十段、第二の一書に、本宮に戻るとのみある。先代から変わらず、あずた長屋か笹の岬にあるということになる。高千穂宮検証碑、古事記には、法理の命の宮として、高千穂宮の記載がある。鹿児島神宮は、この高千穂宮の跡地と伝えられる。ただ、高千穂宮も、また、古事記で二に,にぎ命が立てた。 高地方の宮と同一と思われ、先代から宮が変わっていないことに違いはない。また、沈騰神社も日和美琴の宮の跡と伝えられる。天神日高彦穂デミソン高谷三条領の名は、高谷三条領。宮内町により、鹿児島県霧島市溝部町六和座菅の口の円墳に自乗されている。宮内町上の形式は円休。 埋葬地の伝承地は、南九州各地にあり、明治元年に、三島道常らが、明治三年に、田中頼一ねらが、明治六年に、か山やますがそれぞれ調査し、翌年の明治七年に、明治政府が、鹿児島県霧島市にある、霧島山麓を、高谷山上領に事情した。これは、古事記の、高千穂山の西という記述に基づき、高千穂山を、 高千穂峰とみなして定めたものである。他に、宮崎県高千穂町内の古墳、鹿児島県肝月町の国見山、鹿児島県南薩摩市の野間学、宮崎県宮崎市村住町の高谷神社なども、彦穂穂でみミ村の神漁という伝承がある。ありがとうございます。